こんにちは、グラチューブです。2月26日に予定されていた J リーグ第2節 FC 東京戦が中止となり、早くも2月の試合が終わってしまったグランパス。2月は1勝1分けと丸々のスタートを切ったグランパスの2試合を個人的に総括していきたいと思います。あくまでも個人的な見解となりますので、ファミリーの皆さんの見解もコメント欄でぜひ教えてくださいね。神戸戦の1点目、ボランチの位置からゴール前まで詰める運動量と、得点への嗅覚はさすがとしか言いようがなく、さっき、トップスコアラーの今垣の存在感を今年最初のゲームから痛感させられた。まだまだ連携不足ではあるが、状況に応じて前からプレスをはめて奪おうとする姿勢が見て取れた。昨年までの堅守はリトリートが中心で、ボールラッシュの位置が低く、相手ゴールから遠いことで得点機会も多くなかったことを思えば、今年はもう少し得点に対して期待できるのではないか。長谷川監督がかねてから言葉にしていた裏へのパスが増えたことで、じわじわと相手のディフェンスラインを下げさせることができ、バイタルが空くことでセカンドボールが拾いやすくなった。さらに神戸戦では裏へのアーリークロスがオンゴールを誘発、裏への意識が結果につながった。期待の新人、18歳の甲賀秀政が、ルアンカップ、グループリーグ第1戦の清水エスパルス戦で、デビュー、後半38分からと、6分も、アディショナルタイム、を合わせても、10分なく、という短い時間ながら、独特なステップと足に吸い付いたドリブルで、ファミリーの心をわしづかみにした。これからの長谷川監督の起用にも注目したい。前任のマッシーのフィッカレンチ監督は、ビームを奪うと早々に自陣に引き、ツーラインもブロックを引き、片方のサイドハーフをディフェンスラインへと吸収させた。サイドバック気味のリトリートで、相手の攻撃を跳ね返し、堅守を築いたが、正直見ていてワクワクしなかった。さらには同点に追いつかれれば、勝ち越せる気がせず、見ていてつまらなく感じる試合が多かったが、監督が長谷川監督になり、リードしている状況でも追加点を奪いに行こうという姿勢が見て取れ、今季は試合終盤まで楽しめそうなのが個人的に嬉しい。完全なる主観なのだが、ファミリーも思いを知り尽くしているかのような交代カードの切り方に、個人的に好感触を抱いている。前任の交代カードの切り方に、全く納得がいっていなかったからこそ、余計にそう思わせるのかもしれないが、2試合を終えた、現段階では、ポジティブな要素と捉えても良いと思っている。ここからは私がネガティブに感じたことを、お伝えしていく。治療期間は5日間と、重症ではなく安堵したが、短期間にもう一度やってしまうと後遺症が残ってしまう可能性もあるため、今後の起用は慎重にしてもらいたい。まだまだ誰もコンディションが上がってきていない。実力は折り紙付き。個人的に期待している選手であるため、誰にはもっとコンディションを上げてもらい、得点に絡むプレイを求めたい。3点目が取れなかった神戸戦、スコアレスで終わった清水戦と決定機はあっただけに、前線の選手にはもっと得点を取ってほしい。福田の動向が不透明な今、今年のトップスコアラーが今垣では、優勝争いには食い込んでいけない。以上、グラチューブ的2月の総括でした。ぜひあなたの総括もコメント欄で教えてください。ではまたお会いしましょう。